はい、大変しつこくて申し訳ありませんけども、一風堂ラーメン今日はね4日目でございます。これご覧ください。今出来たてなんですよね。これからこうやって混ぜて油を全体に行き渡らせてですね、このね、やっぱ一風堂のラーメンね、美味しいね。カップヌードルなのに美味しい。これ実際にお店で食べてるのとなんか同じ味で思い出しますよ。こうやってなんか店がね22時に開けて片付けして帰りにラーメン屋ぐらいしか開いてないんですよ、この一風堂ラーメンね。家系のラーメンとかもあったんですけどね、私は一風堂が好きでしたね。でこれでスタッフと食べに行って、まあ、みんな買い玉 2,3 杯するんですよ。お飯ぐらいだから。だからね、何人かで行くと1万円超えるんですよね、ラーメンのこの会計が。1人だって1000とか1500円じゃないですか。餃子頼むやつもいるしね。いただきます。やっぱ美味しい。4日目ともなると飽きるかなと思ったの。全然ですね。現在3時ちょうど深夜、もうね癖になりそうです。夜中にラーメン食べると太るらしいですけど、食べた後寝るとでしょ。私今起きてるところですかね。起きてこれから活動ですから、これ朝食ですよ。朝食ラーメン、じゃあ、あとはゆっくり食べますんで、皆さんにも一風堂の愛の手を。